はい、田中90です。今回ですね、もうランクマレジェンド行っちゃったわ。それ動画化していく。ちょっと今シーズンね、簡単すぎるわ。俺サーチでね、主に上げたんですよ、武器の環境調査のね、データ取るために。なのにもう行ったからね、一番時間かかるサーチで。多分ドミニーハーポでやってる人だったら一瞬だろうな。チーレさそれ以上にか。ということで、どうぞ。これ勝ったらレジェンドに上がるんだけど、このマップっすか。相手サンパいる。あのね、このゲームマジでね、サンパを味方に引いた時にね、勝ちが確定するんだけど、敵に引いた時にね、負けが確定する絶望のゲームだからな。このゲームランク上げたいならマジでサンパがいいっすよ。フルパとか、4パとか、2パじゃなくて3パっすね。3パが一番効率よくランク上げれる。ということで、珍しい。完全ソロでやっていく。で、レジェンドもいない。珍しい。行くぞ、これ。これ、狩るか。やっぱね、LK24 なんだよな。正直、俺の中だと。ランクはね、LK24 だ。よっぽど近距離マップサミット以外はね、基本 LK24 でね、敵ボコボコにしたらいい。OK、やっての。これ、ちょっとあるんじゃない？核じゃない。レジェンド出して、核も出しちゃおうかな。OK。いや、今のさ、なんだそれ、どんだけここいるんじゃ。え、どんだけここいるの？今、横のやつに負けたと思ったんだよね。まあ、しゃあないかなと思ったけど。ここ居すぎだろ。拠点取れんじゃない？逆に。だってここ以外いないよ。4人いたもんね。4人のうち2人倒したのは俺なんだけどね。やっての。ほら、ここどんだけいるの？ここどんだけいるの？めっちゃいるんだけど、さっきから。これ逆に敵どこ行ったっけ？逆に OK。 これ C も取れるんじゃない？いや、でも A 取ってるから C 取るか。これ意外と全拠できる説はあるかな。 OK、 やっての。うわー、すげえ待ってる。あっぶねー。いやだよね。そこま、そこ棒立ちするタイプの人間がそこ棒立ちしないわけないよな。これ B 取ったら英雄なんだけど、 B 取るか。まあレジェンドを否定しな。 OK。 もうボットの方と当たりたくないし。もう取らなきゃよかった。拠点取らなきゃよかったよ。本当に取らない方がよかった。もう取りません。学びました。そういうことよね。学びました。もう取りません。うわ、これで B 取れんの？なあ、ナイス。俺の犠牲のおかげだ、これ。これや、そこ待ってんの？すごい。これはチーレスですか？なんか、これ完全に拠点無視だろ。これ完全に拠点無視だろ、相手。正直、これ。C 取れてない。これは勝ったで、正直。これ、ドミネーションはね、結構真面目に拠点取らないといけないからね。サーチ、ハーフはね、意外と。ハーポ意外とね、拠点取らなくてもいいんだけど、ここ、困ってるだろ。え、待ってない？ OK？ 来い。ここ来い。絶対お前らここ取りに来るから。100% 送る。もうここが好きで好きでしょうがねえからな、こいつら。ここが好きで好きでしょうがない。多分ここで待ってるだけでキルで100になっちゃうんじゃないの？来ない。バレてんだよね、1。OK？ これは美味しい侍。OK？ これは美味しいねー。これは美味しいねー。いや、気持ちよくレジェンドになれそうじゃない、これ。来い。でも、いいと。やってーの。これ、我慢勝負になってるけどね、正直。まあ、別に2拠点取れてるからね。ちょっと我慢勝負してんだよな。これ、いや、過去ある。いや、ガチであるんじゃね？ないか。まあ、ここはちょっとレジェンド中心だな。いや、だから、でも、核出してから穴を使ってないっていう、このゴミっぷり。やって、これ、マジで美味しくね？これ、一拠点でいいだろ、正直。一拠点でいいしさ。やばい、来た！逃げよ。やばい、逃げよ。ここまで逃げてきたわ。いる？なカバ！ナイス、カバー！いや、誰もカバーしないけど、まあいいわ。これ上から打ち大好き。神じゃん、お前、アドバンスウェーブ出してくれたの。OK？ いいよ、このアドバンスウェーブ。このアドバンスウェーブめっちゃいい。いや、これ2連続核あるんじゃない？いや、これは2連続核あるぞ。OK？ お前が、ナイス、俺もアドバンスウェーブあるから、ちょっと核共有しようよ、俺たちで。核共有しよう。お前も核出していいし、俺も核出していいと思うんだよね、これ。大丈夫。二人で核共有すればいい。OK？OK？
えぇー、マジでない。うわ、最悪、こいつマジで、いや、マジでない、今の。うなんでだよ、なんでだよ。いや、ランチャーだったか、ランチャーだった、今の。うわ、最悪。いや、多分もう一人も死んだわ。うわ、これねえわ。うわ、ナイタ。え、ナイタ、なんでこんな打ち合い強くなったの、いきなり。いきなり強くなったでしょ、これ。運営教えてないって、俺の。俺のうち教えてる運営が、明らかに。こんな強くなかった打ち合い、失礼だけど。いきなり俺強くなった、いきなり強くなった。いきなり命中率100倍になった。これ絶対運営がね、俺に核出させないようにしてるわ。まあ、そういう陰謀論置いといて。いや、これ一番しょうもない。今、なんでこんな打ち合い負けるのといけない、マジで。もういや、一拠点守る。ちょっと冷静さを犯してる。冷静さを失った。もうこれ一拠点でいいわ。いやー、これマジでおもんねえな。これもう一人も多分、核なくなっちゃったのか。なんでこんな打ち合いマジで強くなったの、いきなり。打ち合い強くなりすぎじゃねえ、いきなり。いもろ、これガチでダメだ。ちょっと冷静さがなくなってる。俺、この車からもう動かないから。この車が動かない、ほら。ほらね、もう打ち合い強くなってるもん、これ完全に。相手の命中率今 100% だから、なんか謎のゾーン入ってるから、これ多分ね、運営が教えてんだよ。ってぐらい考えるぐらいには俺は冷静さを失ってるから、ちょっとイモるわ。ほらね、やっぱ冷静さを取り戻すはこんなもんですか。冷静さを取り戻すはこんなもんよ。いや、この生意気台、核、いやでもなさそうなんだよな。あるのかな、あるんだってカバーしてあげたいけど。いや、これ核あったよ、マジで。最悪。まあいや、レジェンド行ったし、いっか。やってーの。やってーの。オッケー ?UAV。この動きあんのかな、核。これ、いけるんじゃない？マジか。やれねえ。まあこれ、一拠点でいいかな、正直。一拠点でいいから。いやー、これマジで。いやー、これ出したかったなー、核。核出したかったなー。これ。いや、ランチ屋だったな、あれ、マジで。アホくせえ、このゲーム、マジで。本当にアホくせえな、あの頭一個。あんなとこに車置くんじゃねえよ、冷静に考えたら。あんなとこ車置くんじゃねえよ、マジで、ゴミ。誰置いたの？あんなゴミ車置くんじゃねえよ、あそこに。これで多分、さすがに、レジェンド行っただろ。行っちゃったよ、これ。これ、トップ5000ではないと思うんだよね、まだ。もう多分、トップ5000、8000、9000ぐらいあると思うんだよね。じゃあ、お前ら。でも、この赤いマーク出てんの、ウケんだけど。これトップ5000もうちょっとってこと？ワンチャンあるじゃん。1万いってないんだまだ。ということでランクマ、いつだっけ、アプレが来て。おい、新シーズン始まって1週間も経たないでさ、レジェンド行っちゃったんだけど。おい、この本当にこの今シーズンやばかったからな、マジで。ボット多すぎなんじゃ。ランクで使った武器はスイブレット LK24。いや、サーチで上げてこれだからね。サーチって一番時間かかる効率の悪いモードって言われてんだけど、これでサーチで上げてこれだから、ドミネハーボとかチーレス、いや、チーレスだったらやべえだろうな。もう一瞬でいくと思う、勝ちで。もうねー、簡単すぎだろ、ボットなくせ、オッツ。これもうちょっと頑張ればマジでトップ5000いくような、これ。多分本当にずっとあとはランクをやってるよ。マジで今回トップ5000いくんだよな。